和樹くんさ、はい、あの先週お願いした案件来週発表するから、あのパワーボーとかいうやつでさ、なんかいい感じにまとめといてくんね。ああ、でみんなに配っといて、よろしく。とおっしゃいますと？いやね、あの社長に頼まれてんだわ。ああ、ただあの俺パソコン苦手だからさ、ちょっとパワーポとかよくわかんなくし、まあ、上司フォローするのがね、部下の仕事だからさ、よろしく。ああ、ただあの社長直々に頼まれたのでしたら、あの部長がやった方がいいんではないでしょうか。あ？何？俺にさ口答えすんの？業務命令だよこれ。俺上司だからね。あ、ただあのちょっと私も仕事を抱えておりまして。あのさ、あった商売だかなんだか知んないけどさ、障害者の君をこっちは面倒見てるわけ。あ、その私の身にもなってくれ。口答えしないでいいからやれ。ほんとバカだな。あ、お前なんつった今。失礼しました。ではあの具体的に伺いたいんですけども、先週お願いした案件というのは全部で3件ございまして、そのうちどちらのことを言ってらっしゃるんでしょうか。またですね、来週発表というのはどのようなケースで発表するのか、そして期限はいつなのか、もっと言ったらいい感じというのはどのようなことなのかということですね、具体的に指示していただかないとですね、私も理解できませんし、そういった曖昧な指示していたら無能が露呈するぞということですね、社長に思われてしまいますので、ぜひもう一度考え直して指示していただけますか。なんだその言い方は。社長が言ったみたいな感じになってるけど、全然動かせねえかんな。お前の心の声ダダ漏れてんだよ。仕事もできないけど言葉遣いもしんねえのかよ。ただでさえ君はね、普段からミスも多いだろ、ね、どうせ何やってもダメなんだからさ、私がこうやって仕事を与えてるんだよ。理解しろよそこらへん。それは大変失礼しました。ただでさえミスの多い私に自分の仕事を押し付けて、部下の手柄を自分のものにしようとするとは、サラリーマンの鏡のようなですね、部長。本当尊敬いたします。先ほど私に仕事もできなければ言葉遣いも知らんのかね。ただでさえ君は普段からミスも多い、どうせ何やってもダメだろうとおっしゃいましたけども、パソコンもできなければパワポンも知らんのかね。ただでさえ君は普段からサボりも多い、どうせいてもいなくても同じだろうとですね、女性社員に噂されておりますので、部長もお気をつけくださいませ。ふざけんな。発達障害なんか鬱だか知んねえけどよ、甘ったれて現実逃避してきただけだろうがよ。そんな口答えするんじゃねえボケが。お前はクビだ、今すぐ仕事やめちまえ。申し訳ございません。部長の理解がそこまで残念だったとはみじんも思いませんでした。これに関しては私の判断ミスでございます。大変失礼いたしました。確かに正論を申し上げればフォールというわけではありませんが、正しい理解の上で話し合えばわかると多少は考えていた私の判断ミスです。大変失礼いたしました。知識もないくせに感情論で話す人間なんて猿と同じで、理解できないのも当然かと思います。共に仕事をしていても成長がないことが分かりますので、お望み通り退社いたします。つきましては、ただいまの音声すべて録音させていただきました。また先日経費を使って先輩と夜のお店に行かれたということも裏が取れております。どうぞ私の処遇をご自由にお決めください。おっと、顔色悪いですよ部長。そうですね、私も気分が悪くなりましたので早退いたします。本日はこちらで締めさせていただきます。教授に今後のことをご連絡いただければ幸いです。というわけで失礼いたします。え、半沢直樹、あいつ出世するわ。和樹の親さんへこそいかがだったでしょうか。いますよね、ああいう上司。関わってはいけない人生を狂わす上司ということで前半演じてみましたが、あなたの周りにはああいう人いますでしょうか。まあ最後の方はね、半沢直樹ばりの論戦をした後に、最後は相手の弱みを握りつつ暴言を引き出し、次会う時は法廷でみたいなね感じで言っていましたけども、まあそんな世の中うまくいかないと。まず弱みを握るっていうのが現実的じゃないですよね。後つけるぐらいしかないですし、まあ、よっぽどいろんな人と親密になって情報を引き出すなんてことも可能ですけども、それでもやっぱり発達障害を持っていますと人間関係ってのが難しいじゃないですか。だからこそね、こう反論してしまったがゆえに結局うまい具合に恥に追いやられて辞めさせられちゃうなんて方が大半だと思います。
だからこそ前半で演じた上司が身近にいる場合、最悪だよつってもう自分にはどうしようもないって思うかもしれませんが、はっきり言います、ああいう上司がいるのであればそんな職場すぐにやめてください。いやとは言ってもさ、食べていかなきゃいけないんだから、もう仕事辞められないよって思う方いらっしゃるとは思うんですが、関係ないです。働き口なんて腐るほどあります。もっと言えば、あなたに合ったいい職場、向いてる職場っていうのが絶対にあるんですね。というわけで後編はクソ上司の特性を解説しながら、なぜ辞めるべきなのか、そしてどうすればいいのかということについてお話しいたします。というわけで、関わってはいけない上司、一つ目が指示が曖昧です。前提として細かくきっちり説明できない上司というのは無能です。特にアスペルガーというものを持っていますと、曖昧な指示が分からないですよ。例えばそこら辺きれいにしといてって言われたとしても、そこら辺ってどこからどこまでなのか、そしてきれいにしておいてって、物をどかすだけでいいのか、雑巾掛けしたらいいのか、掃除機もかけなきゃいけないのかって、やっぱ分かんないですよね。すると相手の求めたことができずに仕事できないです認定をされてしまいますし、そんな指示ばっかりされてしまったら結局自分も育たないと、そして結局職場でも使えないやつって煙たがられてうまくいかない、ストレスになって鬱になる、体調崩して自信もなくなって劣等感も増える、もう最悪だよねもう絶対そんなこと言っちゃダメなんですよ。発達障害というのはとてもすごい才能があるということなんですけども、前提としてやっぱり周りの環境というのが大事なんですね。環境でつまり人間関係、人ですよね。合わなくてもある程度合わせていくのももちろん仕事ではあるんですけども、精神蝕まれて自分が病んで、なおかつ空回りしてストレスがやばいってもいる意味ないよね。だったらさっさと転職してしまった方が、長い目で見た時にあなたの人生は良くなります。履歴書がね、ちょっと汚れちゃうんじゃないかって心配する方も多いと思うんですが、その場合、もし可能であれば部署移動とかっていうのをね、検討してみてください。またですね、スキルというのがちゃんとありましたら、転職市場でもやっぱり重宝されるんですよ。だからこそ、スキル磨きというのはね、常に怠らないようにしてください。そうすれば、いずれちゃんと自分でね、独立してご飯を食べていけるようにもなっていきます。まあ、正直言っちゃうとね、発達障害を持った人というのは自分で一人で独立してご飯食べるっていうのが一番ですので、ぜひスキル磨きは日々やっていってください。詳しくは発達障害を持った人が会社に行かずにお金を稼ぐ方法という動画がありますので、こちら見ていただきたいんですけども、自信がないとか不安だからこそそれを武器に、ね、劣等感とか危機感をガソリンに勉強しつつ自己成長していってください。でないと死んでしまいます。そして関わってはいけない上司、二つ目が人格否定をする、罵倒する上司ですね。もうそもそもこれ自体がパワハラでアウトなんですよ、ね、これがコンプラで OK っていう会社がまずやばいです。これ何がまずいかっていうと、発達障害を持っている人というのは脳の構造上どうしても劣等感というのが強いんですね。これは脳の扁桃体という感情を司る部分があるんですが、そこがあまりにもちょっと過活性してしまって、いろんなものを不安に感じたり劣等感が強かったりしてしまうんです。生まれながらにして劣等感がただでさえ強いのに、親からお前はなんでこんなこともできないんだと言われ、上司からも否定される。そんなんじゃ劣等感はますます大きくなりますし、あ、自分はなんてダメなんだと自分自身でも自分を責めるようになってしまうんですよね。もうさらに過去の嫌な思い出がフラッシュバックしやすいし、現在の不安とか将来の不安とかっていうのがずっと発達障害を持ってる人っていうのは頭の中をぐる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 駆け巡るんですよ。そりゃ鬱で死んじゃうよねって話なわけです。それこそ自殺の危険もありますし、まともに教育できないような上司、それこそ人格否定とか罵声を浴びせるなんて教育的にもアウトですので、そんなところをさっさとやめた方がいいです。そして関わっていけない上司、3つ目が搾取する上司です。部下の頑張りを自分がやったかのように、もう自分の成果だというかのようにアピールする上司のことですね。もう単純にサイコパスですよね。やばいですよね、性格っていうか人格が。でもこういう人結構いるんですよ。普通にいる僕も出会ってきました。普段そんなこと言わないよねみたいなことを社長がいる前で誇らしげに、お前は仕事ができないみたいなね、注意してるし働いてるアピールみたいなね、する人いるんですよ。そんな人が直属の上司でしたら、自分の出世も見込めないですし、給料も上がりません。そして精神もどんどん病んでいきます。
もういる意味ないよね。まあ、半沢直樹ではないですけども、やっぱサラリーマン社会になると、結構そういうこともあるようです。まあ、やってらんないよね、そんなんね。だったら、もうその業界とか仕事が嫌いになる前に、独立してしまうというのが一番なんですね。手に職をつけるということが何よりも優先すべきことです。いや、会社員で働いてた方が安全なんじゃって思うかもしれませんが、以前、終身雇用はハイリスクノーリターンっていうね、動画上げまして、やっぱり会社勤めをしてしまうと総合事務になって特化した技術を得られにくい場合が多いんですね。すると、代わりが効くと。そしてもしあなたが行きたい会社があったとしても、結局何ができるのと。何者なのと。今まで勤めていた会社の仕事しかできないんじゃないのというふうに見られてしまいがちですので、あなたが誰よりも誇れるというものをぜひ作っていってください。その方が自分の自信にもつながりやすいですしね。何をすればいいのかというのは、詳しくはこちらの関連動画を見ていただければ、あなたの好きなこと、才能というのを見つけられますので、ぜひご覧になってください。気を抜くと、すぐあなたのそばにはとんでもない、関わるべきでない上司がいます。その人はあなたに曖昧な指示をしたり、人格否定したり、搾取してこようとしてきますので、あなたがちゃんと飛躍できるように、充実した人生を送れるように、ぜひできることから、すべきことをやっていってください。今日の動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、僕は毎日20時過ぎぐらいから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか、面白おかしく雑談なんてことをやっておりますので、何か面白いことねえかな、人生つまんねえっていう方は、ぜひ覗いてみてください。発達障害を持ってると、やっぱり人間関係って苦しむんですよ。でも、だからこそ面白いというのはありますし、いろんな人と関わっていけば、関わるべき人、あなたを大切にしてくれる人というのも現れてきますので、ぜひね、めげずに前を向いて進んでいってください。共に成功していきましょう。あなたの幸せ、成功、これより応援しております。以上、かずきでした。